はい、皆さんこんにちは、ぐぐりチャンネルへようこそ。こちらのチャンネルではですね、気になるテーマについてひたすらググる様子というのを実況中継していきます。このチャンネルはですね、音声だけでも楽しむことができますので、ラジオのように流しっぱなしでも大丈夫です。ぜひ通勤通学中や何か作業をしている時に、ラジオ代わりに流しっぱなしにして楽しんでいただけたらなと思っております。というわけで今日もぜひよろしくお願いします。はい、では今日のググリテーマはですね、こちらです。IT 担当大臣ということで、最近ニュースで話題になりました、安倍政権の、内閣が、改造されまして、新しく IT 担当大臣に任命された方が、話題になっているというわけで、今日はその IT 担当大臣とは何ぞやということについてググっていきたいと思います。では早速参りましょう。はい、これね、ちょっとさっきググっちゃったんですけど、 IT 担当大臣でググると、一番のトップに、こちらのニュースが出てきました。というわけで、じゃあこれを開いてみます。はい、じゃあ記事全文を読むで開いてみると、9月11日に正式発足した第4次安倍再改造内閣と、その科学技術 IT 担当大臣に任命された竹本さん78歳に早くも不安の声が上がっているそうです。そこなんでかというと、ここですね。はい、行政手続きのデジタル化と書面に押印する日本古来のハンコ文化の両立を目指すと。はい、ここですね。ハンコ文化って日本あるじゃないですか。その、何に対しても書類にハンコを押さないと通らないっていう、それが結構あらゆる手続きを遅延させる要因になってて、結構前から問題になってたんですけど、その問題があるにもかかわらず、竹本さんがハンコ文化も両立させたいと言ってるというわけで、これはやばいぞといったニュースになってますですね。はい、じゃあですね、一旦じゃあハンコの文化についてちょっと見ていきましょうか。ハンコビッグ、はい、出てきました。一番上でいいかな。はい、ハンコの文化について見ていきます。よいしょと、ウィキペディアの寄付が出てきましたね。いや、一旦これは、はい、じゃあ概要から見ていきます。結構長いな。どこが面白いですかね。歴史とかないかな。ちょっと長いなこれ。日本の歴史でいこう。はい、日本では西暦57年頃に中国から日本にハンコが送られてきたそうです。あ、これで習いましたね。漢の名の和の国王でしたっけ、やばい、忘れちゃった。の金印が、そっか、あれが日本に行って一番古いハンコなんですね。なるほど、なるほど。はいはいはい。ただ、その当時の日本だと、ハンコを使う文化がなかったから、ちゃんとそのハンコを押すっていう目的で使われたかは、懐疑的らしいです。なるほどね。で、日本で、印象、ハンコですね、が本格的に使われるようになったのは、大化の改新の後、701年の大宝律令の制定とともに官印が導入されてかららしいです。大体この、今から1300年前に本格的に使われるようになったっていう感じですね。はい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 。で、そこから見ていきますと、ここ面白いな。江戸時代には行政上の書類のほか、私文書にも印を押す慣習が広がると。つまり、私文書っていうのは、私文書っていうと何なんだろう。ちょっと見てみましょう。私文書とは、私文書とは、はい、詩人の文書、詩人が作成した文書、そのままだな。はい。つまりあれですね、公の行政とかの文書ではなくて、普通に一般人同士で交わすやり取りの文書みたいな感じですね、認識的には。つまりもあらゆる書類で印を押して OK っていう文化が江戸時代に広がったっていう感じになってますね。はい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 。あ、下見てみましょう。これ、さっきに関連するかな。日本印章の製造拠点は主に山梨県西八千代郡でいいのかな、市川でいいのかな、三郷三郷町かな、はい、にあって、そこに国語印章業、印章業、連合組合が設置されて全国の 50% のシェアを持つと。
あ、次面白いね。経済産業大臣指定伝統工芸品だって。これなんだろう。ちなみにさっきのところで、確か僕ツイッターで見たんですけど、竹本さん自体がそのなんかハンコ業界の結構偉い人みたいなのあったんですけど、このニュース見てみるとありましたね。ハンコ議連の会長になったって書いてある。なるほど、竹本さんハンコ議連の会長ってわけですね。で、あ、これ面白い。印鑑制作技術を持った人たちは山梨県に非常に多いと。で、山梨県の国会議員から頼まれて、ハンコ議連の会長になってるっていうわけですね。まあ、つまり、ハンコ業界とズブズブってわけか。はいはいはい。じゃあ、実際にさっきのやつ見てみると、さっきの、じゃあ、経済産業大臣指定伝統的工芸品っていうのを見てみますね。じゃあ、さっき山梨って言ってましたよね。山梨開いてみると、あ、ありましたね。甲州手彫り、手彫りでいいんだよ、印象。やっぱりハンコが山梨県は伝統工芸品なんだ。これあんま知らなかったな。はい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 。なるほど。あ、これがさっき言った印象連合組合かな。じゃあこっちの方見てみましょう。印象連合組合。はい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 。構成員のとこ見てみます。構成員は、印象彫刻技能士っていう資格がある。しかも国家資格だ。国家資格を有する技術者や、技術者が組合員として入ってるらしいですね。はい。で、その中でも厚生労働大臣によって現代の名工として表彰された人もいるらしいです。なるほどね。結構すごいですね。なるほど、なるほど。という感じでした。まあ、つまり、今ここまでまとめてみると、竹本直一大臣は、IT 担当大臣になったわけですが、その、印象連合でしたっけ？ちょっと待って、見つかんないな。はい。あった、ハンコ議連の会長でもあるわけです。まあ、完全にそれですね。その関係があるからこそ、まあ、IT のはずなのに、ハンコにその朱肉つけてポンって押すっていう古臭い文化と IT の共存を考えてるというわけですね。なんできるわけねえだろうと思っちゃうんですけども。じゃあその下行きます。これ話題になってましたね。日本はそのハンコがうんぬん言ってる大臣になっちゃったんですけど、一方で台湾はすごいぞと。38歳天才プログラマーが IT 大臣になったというふうにあります。天才プログラマー、オードリー・タンさん。じゃあ、これは他のところで見てみようか。よいしょっと。すごいですね。38歳の天才プログラマー。ありました。じゃあ、一旦ウィキペディアから見てみようかな。はい。オードリー・タンさん。はい。オードリー・タンさんは、台湾のコンピューター界における偉大な10人の中の一人。すごいな。なるほど。で、トランスジェンダーなんですね。トランスジェンダーの人物が官僚に任命されたのも世界最初の事例だと。はい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 。で、経歴を見てみますと、12歳の時に、マジで、パールを学び始めたと。すごいな。で、2年後の14歳の時に、学校に馴染めなくて、彼女は中学を中退。そして、どういうこと？ 19 歳の時にシリコンバレーで、起業したと。だからこれあれですよね、中学中退ってことは小学校卒ですね。小卒でその後19歳でシリコンバレーで起業したと。これはねだいぶすごいですね。はい。でこの後見てみると、これがトランスジェンダーに関わる記事ですかね。外見と自己意識を一致させるために名前を変更するなどして女性への性転換を始めたと。なるほどなるほどなるほど。はい。これは結構センシティブな問題ですね。実際今は確かに LGBT に対する理解深まってますけども、そうですね。これ今2005年で記述があるので、2005年、今から15年くらい前だとまだそういう LGBT に対する理解っていうのはない状態でしたよね。だから、オードリーさんも長年にわたって現実世界を遮断し、ネット上で生活をしてきたっていうことですね。はい。ちなみに、IQ は180以上と。すげえな。マジですごいですね。
でありました。2016年にデジタル担当の委員に就任したそうです。すごいな。まあ、つまりこれ言っちゃえばもうバチバチにすごいあのエンジニアってことですよね。しかも、まあ、世界初のトランスジェンダーの方が閣僚に任命されるってわけで、まあ、この台湾の、議会って言っていいんでしょうかね、まあ、台湾のその閣僚っていうのはすごい考え方とかも広まってるわけですけど、一方で日本は、まあ、78歳のですね、まあ、確かあれですね、ツイッター見たらその SNS を使ったことがあるっていうだけでじゃあ大丈夫だってことでなったみたいな話がありましたけれども、それだけで、なっちゃったようなハンコをね広めてる方が大事で大丈夫かっていう感じのニュースでした。はい、じゃあ念のため、竹本さんの経歴をググっておきますかね。竹本さん IT でググって、ウィキペディアの方を見ていきたいと思います。一旦これで開いて、そこからウィキかな。はい。ウィキと。竹本直和 IT 担当大臣の経歴の方を見ていきます。来歴ですね。来歴。はい。大阪生まれで、京都大学の法学部を卒業されてます。その後、建設省に入省し、カリフォルニア大学バークレー校大学院出て、コロンビア大学大学院に留学してると、まあ、そうそうたる学歴なわけですよね。まあ、めちゃめちゃ官僚ルートですね。はいはいはい、なるほど。まあ、あとの経歴はいいでしょう。まあ、つまり言ってしまえば、まあ、バチバチのもう超絶エリートっていう経歴の方でございますので、そうですね、まあ、確かにこれを見ている限り、まあ、すごいプログラミングの経験があるとかでは絶対にないので、まあ、かなり IT 担当大臣として今後ね、その、まあ、書類のデジタル化とかが進められるのかなっていう点においてはかなり不安があると思います。そんな感じですね。はい、実際に、そう、あ、もう早速ニュース追加されてますね。2019年9月17日に、竹本さんの公式サイトが閲覧できなくなっていることについてインターネット上で話題になったと。はいはいはい。で、竹本さんはツイッターでホームページを管理している会社からロックがかけられた状態になっていると説明した。はい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 。で、翌日の13日の記者会見では、なんでロックされてるかよくわからないと述べたと。はい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 。これは大丈夫ですかね。なぜロックされているのかよくわからないっていう表現がまず若干まとえてないっていうのはありますけども、まあ、だいぶ不安が残るっていう感じになってますね。はい。というわけで、IT 担当大臣についてググってみました。個人的にやっぱりすごいなと思ったのはこの台湾の方の、IT 担当大臣の方ですね。はい、オードリー・タンさん、半端ねえな、これもうちょい調べてみましょうか。じゃあオードリー・タンさんがどういう起業してるのかっていうのを見ておけば結構面白いんじゃないかな。はい、じゃあ、オードリー・タンさんのどういう起業をしてるのかな。どれでやれば見れるんだ。多分これはどうしようかな。起業で調べ、オードリー・タン起業、こっちの起業じゃない。起業、はいはいはい、これでどうでしょうか。3月4日の記事だから多分詳しく書いたんじゃないかな。ネットの振動、台湾デジタル大臣オードリー・タンさん来日と。アップル社の顧問も歴任してるんですね。これはすごいわ。はい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 。へー、すごいな。でもあんまり詳しくその起業の内容については書いてないですね。ちょっと他にも見てみますね。じゃあ次の記事行ってみます。はい、
これは、また過去の、やつもありますね。で、アップルや電気製品メーカー、BenQ などの顧問を務めるなど、手腕を振るってきたと。すごいですね。でさらに、近年、広域事業に身を通して、情報透明化推進のソーシャルネットワーク、レイジセーフ、なんて読むんだ、これ全然わかんねえ。のプラットフォーム構築に参加していると。すごいですね。まあ、これあれですね、昔はそのシリコンバレーっていうか、まあ、アメリカで仕事をしてたけど、後に台湾に戻ってきて、結構その、政府と一緒に仕事をしてるという認識ですね。はい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 、わかりました。じゃあちょっと BenQ について気になったので、これまた別で調べてみます。BenQ。これ聞いたことあるんだけどな、何だったっけな。BenQ とは何でしょうか。BenQ Japan。日本にも支社があるんですね。BenQ。開くかな？はい。モニターとかプロジェクター売ってる会社ですね。ああ、はいはい。これ使ったことあるな。なるほど、なるほど、なるほど。こういうのを売ってる会社だというわけですね。モニターとか、プロジェクターとかですね。確かにこれ使ったことあるわ。でもこれって待ってよ。誰が、どこの会社なんだ。あ、でも、あ、そっか。BenQは台湾を拠点としてるのか。これ Wikipedia 見てみたんですけど、BenQは台湾を拠点としてる電気製品メーカーですね。へぇー。なるほど、なるほど。で、アメリカ合衆国内にて、なんか設立してるな。で、マレーシアにも子会社を設立してると。で、中国にも、設立してますよと。で、1996年に台湾の株式市場に上場してますね。で、BenQに名前を変えたのは2001年なんだ。はい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 。なるほど。で、工場が、結構全国世界中にありますね。台湾、これあれですね、台湾の空港の近くですね。で、ペナン、メキシコ、で、マナウス、ブラジル、カンプリンフォート、ドイツと、幅広くありますね、BenQ。なるほど、なるほど。じゃあ、この会社で、やっていたと、顧問を務めたってことですね。わかりました。他になんかもう一個くらいググっておこうかな。IQ が180以上。これ本当にすごいな。ですね。じゃあ最後なんかに、なんか面白いことないですかね。BenQが、これじゃあ BenQの、株価見てみましょうか。BenQ株価 21.30 台湾ドルというわけで、今1台湾ドルいくらだっけな。台湾ドル、これ前ね台湾行ったばっかなんですけど、忘れちゃってましたね。台湾ドル円 3.52 円なので、だいたい73円くらいか。ん？ちょっと待って、そんなわけないか。あ、でもそっか、73。ん？台湾の株価って、そんなもん？おかしくね？ちょっと待ってね。ブルームバーグ見てみます。そんなわけあるかな？台湾ドルですよ。でもじゃあそういうことか。これ間違ってたらだいぶ恥ずかしいですけどね。あまりにも株価ってそんな小さくていいんだっけ？株価、そういうことか。じゃあ他にちょっと待ってください。他に台湾の会社の株価見てみますね。台湾市場株価でいいのかな。はい。この指数は多分違いな。台湾証券取引所って TWSE って訳すんだ。じゃあ台湾証券取引所を開くか。しかもこれ多分公式サイトだな。日本語でも見れるんですね。はい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 、はい、で株価、これ利回りとか載ってるな。ETF、これは銘柄で調べればいいのかな。上場会社情報、商品とサービス、ちょっと待ってね、まあ、一旦これで調べてみます。株価上昇幅上位50位で調べてみると、すごいいっぱい会社がありますね。
まあでもどれもそっか、これあれですね、点の位置合ってるよね。じゃあ株価って意外にそんなもんなんだ。なんか日本の株価見てると結構一株、まあいろいろありますけど、1500円とかまあ5000円とかいろいろあるんですけど、台湾の株価ってこんな感じなんですね。だってね、これ台湾ドルでしょ、だから合ってんのかな、大丈夫かな。へえ、そうなの、知らなかった。わかりました。不安だな、台湾の不安なんでしょ。台湾の他の会社なんだったっけな、あの半導体の会社、台湾半導体、ここら辺のね、あのここら辺に多分載ってるはずなんですよね。 TSMC、 これまあ、いや TSMC でいいか、 TSMC 株価で、じゃあ調べてみよう。 TSMC 株価、 TSMC 株価、あれでもこれは 262.50 台湾ドルあるんで、だいたい800円前後、800円ちょいくらいか。はいはいはい。じゃあ別に関係ないのかな。他のやつで見てみると、ちなみに TSMC はこれ何の略なんだ ?TSMC 何の略か調べてみると、台湾セミコンダクターマニファクチャリングですね。セミコンダクターっていうのはこれ半導体ですね。なるほどなるほどなるほど。はい、わかりました。まあ、多分株価はあれですね。後でちょっとまた調べてみるんですけど、まあ、そんなにあれですね。まあ、株価でまあ別にそんな重要じゃないのか。まあ、その上がり下がりが重要なんで、別にその価格自体、あの値段自体、なんだろうな、その値段の規模感自体はそんなに重要じゃないっていう認識ですかね。すいません、わかんなかったんで、また後で調べてみます。はい、というわけで、IT 担当大臣について、調べてみました。結局は結構あの台湾の方のオードリーさんの方の話題になっちゃったんですけども、調べてみる感じやはりその竹本さんっていうのは印鑑業界にすごい関わりがある、なおかつ一方、日本から飛行機で3時間半くらいで行ける台湾の国の IT 担当大臣っていうのは、まあ、かなり先進的な何だろうな、基準で選ばれて、実績も半端ないというわけで、かなりなんか差があるなっていうのを、実際にググってみて分かりましたという感じでした。はい、こんな感じでどうでしょうか。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひお願いします。 Twitter やインスタでもテーマ募集してますので、ブログもぜひチェックしてみてください。というわけでググリチャンネル、ありがとうございました。それでは皆さん素敵な一日を、おやすみなさい。